ここがダークチップ工場。そうよ、かつてドクターリーガルが使っていた工場よ。そいつを俺たちネオワールド3が手に入れたってわけ。電脳世界に再びダークチップを広めてあげるわよ。人類に恐怖と混乱。プラント全体のチェックが必要だな。チップの材料も不足している。そちらの方は何とかするわ。この工場を手に入れた時見つけたのだけど、ダークチップとは別に実に興味深い情報があるの。一体何です、テスラ会長。電脳世界に長くその存在だけが噂されていた謎のアイテム。そんな噂聞いたことがない。それを手にすれば電脳世界はおろか、この現実空間も思うがままに操れるのね。何としても見つけなくてはな。どこにあるんです？それを見つけ出すのはこれからです。何よ、ダークチップを呼ばせたらお前たちに召喚してやろう。誰よあなた。ダークフードのシェードマン様の右腕だったもの。シェードマン？ドクターリーガルと戦ったあのダークロイドか。そう、そして私こそはシェードマン様の意志を引き継ぐ。バブルマンだったか。さあ、ダークチップと引き換えにこのバブルマン様が戦慄と恐怖を引き受けてやるでバカ。うわあ。知ってるか。いや、知らん。とても仕事ができるタイプに見えないわ。あんたみたいなのに用はないわ。じゃあね。待つプク、僕は重要な情報を持っているプク。その昔シェードマン様が見つけようとしていた電脳世界の奥底に、ね、とんだ邪魔が入ったわね。どこまで話したかしら。何かを見つけ出すとかなんとか。そう、見つけ出すべきは電脳世界の奥底に眠る謎の宝物。え？なんかさっきのダークロイドもそんなこと言ってなかったか。宝物いらないんでぷかか。こうなったら僕が自分で見つけてやるでぷく。どあ、ちょっとあなた、バブルマン君、どこに行ったの。マグネットマン、あのダークロイドを追うのよ。わかりました。僕はここにいるでブックよ。おつかい、おつかい、シュナちゃんに頼まれたおつかい。やあ、僕のこと覚えているでブックか。れれれ、僕と友達になってくれたら、このトレカをあげるプク。全27種類、うち5枚はレアカード、2枚はキラカードでプク。いらないピュー。そんな、だって僕たちもう友達ピュ。え、何かよピュ、バブルマン。君に手伝ってもらいたいことがあってきたプク。また面白いかたっぺ。冒険プク。ピクッピュー。最近暇です。アイスマン、アイスマン。はい、アクアマンとパルプマン。バブー。うそうそ、ごめんなさいです。久しぶりですね、バブルマン。覚えていてくれたでぷくか。当然です。それで何か用ですか。バーケンピュー。僕と一緒に宝探しに行ってほしいでぷく。行くです、行くです。面白そうです。すみません、どうかしたのか。トール君、アイスマンがいなくなっちゃったんだよ。アイスマンが？
もしかしたらと思ってここに来たんだけど。アクアマンもいなくなってしまったの。わ、嫌な予感がしてたんだけど、やっぱり。前にもこんなことがあったような。ネット君、あの時はバブルマンが二人を連れ出したんだよ。バブルマンか。昔と違って悪さは企んでいないと思うけど。きっとみんな不幸な事件に巻き込まれているんだわ。よしてよ。しょうがない、また俺たちで探すよ。ロクマン、頼むぞ。わかったよ、ネット君。ロール任せて。ロックマンエグゼ、トランスミッション。プラグイン、ロール、トランスミッション。宝物ですか？そうプク、その昔シェードマン様が言っていたプク。電脳世界の深い深い奥底に光り輝く素晴らしい宝があると。それを僕たちで見つけるプク。ここに飛び込むって？マジですか？ここは僕に任せるプク。パカ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 。楽しい、ピュー、快適です。冒険の始まりプク。なんでプク。目撃情報によれば、太っちょ1人とちびっこ2人の3人連れがこっちに向かったっていうの。太っちょってきっとバブルマンよ。でもなんでこんな場所に。さあ、あの3人だもの。普通に考えたら何もわからないわよ。あ、マグネットマン。ロックマン、なぜここに。それはこっちのセリフだ。マグモール。今はお前と戦っている暇はない。はマグネットマンはこの先へ向かったっていうのか。アクアマンたちの姿はないわ。まさかこの先へ。行ってみよう、ロールちゃん。飛び込むんだ。でもだってここ怖い。大丈夫、僕がついてるから。ありがとう、ロックマン。ひどい目にあったです。冒険に危険はつきものって。それはそうですね。次はどんな冒険が待っているぴょ。行き止まりです。そんな。あ、あそこに通路があるぷく。だけどこれじゃ登れないです。僕にいい考えがあるぴょ。いい考え。なんかやばいんじゃ。お前の目的は一体何だ。誰が教えるものか。ロクマンだ。大変よ、ロクマン。大津波が。何。ロクマンエグゼストリーム。
電脳空間をこんな深くまで来たのは初めてです。宝物はもっと深いところにあるはず。ぷく、まるで海です。あの島が怪しい。ぷく、泳いで渡ってみるで。ぷく、でも僕泳げないって。ここは僕に任せるです。手にすることができる。ぷく、そのためには僕たちの団結が必要。ぷく、僕たちで宝物を見つける。ぷく、行くで。ぷく、深い深い奥底。ぷく、ここに光り輝く素晴らしい宝物があるんで。ぷく、みんなで探せっぴゅ。ルルルルル、見つからないっぴゅ。見つからないです。わっ、あった。ぷく、バブルマン、やった、やりました。僕たち見つけたって。これがシェードマン様の言っていた、それが謎の宝か。
こちらに渡してもらおう。やるプク、これは僕の、僕たち3人のものプク。マグボール。ダブルパレード。アイスケーン、セイタッカー。ふっ。マグミサイル。熱属性の僕たちには電気属性の攻撃はきついでプック。これが謎の宝か。それは僕たちの。何が謎の宝だ。バグのかけらの結晶ではないか。とんだ邪魔に付き合わせやがって。ロックバスター。 やめろマグネットマン。相手なら僕がしてやる。小賢しい。バブルマン、バブルマン、僕はもうこんなことでは負けないプク。シェードマン様みたいになるんでプク。やめろ。マグミサイル。とどめだ。マジでプク。なんだ。よくも僕たちの宝物を許さない。武器ダブルパレード。そんな攻撃でこの俺が。こんなものが。リターン。このままではゴール、凍ってしまう。クソ、覚えていろ、小僧ども。だって、やったです。あの3人で勝っちゃった。すごい。あ、これ、シェードマン様の言っていた宝物じゃなかったんでぷくね。でもこれキラキラしていて綺麗です。はい、ぴゅ。今日の冒険の記念品です。僕たちの宝物ぴゅ。うん、そうでぷくね。バブルマン。あ、あの、君もさ、僕らと一緒に帰らない？え？他にも仲間もいないだろ？そうです、バブルマン。バブルマン。バブルマン。ね、バブルマン。ダメでプク、ダメなんでプク。僕はシェードマン様のようなダークロイドの王になるんでプク。バブルマン。さあ帰りましょう。みんな心配しているんだから。もう勝手にいなくなったりしたらダメだよ。ごめんなさい。一体何をやっていたの？水いっぱいな冒険で宝物探しっぴゅ。なに、その宝物って。知らないっぴゅ。アイスマン、とにかく楽しかったです。またこれだ。あのダークロイドが言っていた宝物とはバグのかけらの結晶、偽物でした。まあそう、ご苦労様。謎の宝物の噂ってデマなのかしら。それでさ、アクアマンもアイスマンも宝物探しだって。電脳世界を下へ下へ目指していってさ。おお。電脳世界の深い深い場所に謎の宝があるって言って
いや、私も耳にしたことがある。電脳世界の最下層に一つの謎が隠されていると。名前は確かスペクトル。え、本当に宝物があるの？どうせ単なる噂話さなんだまた誘ってくださいね、楽しかったって。二人にあげるの忘れたぷくまた冒険しようぷくくくく。世界各地でナビの大量消失事件が発生。現場に残された氷の破片、謎が謎を呼ぶホトトギス圧縮法とは。ロックマンサスペンス劇場。崖と温泉のシーンはないけどね。ネット君、犯人はおそらく海外だよ。なら捜査はあの二人に任せようぜ。あの二人ってビッグブラザー、リトルブラザーのアフロヘアコンビだよ。次回、ロックマンエグゼストリーム氷の発明。リコ君、君も僕らと一緒にクロスフュージョン。